はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はだいぶリクエストをもらってた私のコスメ収納を紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、では紹介していくんですけど、まだ完成してるわけじゃなくって、とりあえず入れてる形になってて、でいろいろなんか収納しきれてないコスメたちとかがバーって置いてあったりするんですけど、またちゃんと収納できるようになったらその時に改めてご紹介しようかなと思ってるので、とりあえず今の時点でのコスメ収納を紹介していこうかなと思います。はい、とりあえず私のコスメ収納はこんな感じになってます。はい、ではまずここからいきます。はい、このリップたちは昨日の動画であげたと思うんですけど、新しく購入したエチュードハウスのリップになってます。こっちも最近ご紹介したメイベリンのリップになってます。で、後ろがこれにマックのリップがずらって置いてあって、で、ここがレブロンの、私の好きなレブロンのウルトラ HD マットリップカラーシリーズになってます。で、後ろにこのブラシを置いています。こんな感じで、で、このブラシ入れてるやつなんですけど、これはコップを使っています。ちなみにこのリップを立ててるケースとこのクリアのキャップは動画で紹介してあるので、また概要欄にリンク貼っておきます。はい、で、ここがなんかちょっとよくわかんない感じになってるんですけど、ここにリップとかもいろいろ置いてあったりとか、ビューラーとかリップ、コンシーラー、マスカラとかいろいろ置いてあって、ここが下地系になってて、で、こっちの奥に行くとなんかチークとかハイライトとか置いてます。で、このケースはダイソーで購入しました。次は下です。で、このケースもダイソーで購入したんですけど、一番上がこのマックの、友達にもらったマックのシャドウとかアイシャドウ下地、この秋メイクご紹介したアイシャドウとかこんな感じで入れてます。ここはちょっとマックゾーンにしてます。はい、で、2段目がアイシャドウ系が入ってるんですけど、もうこれはシェーディングなんですけど、なんかダズショップのアイシャドウとか LB のアイシャドウ、魔女魔女のシャドウカスタマイズとか、これキャンメイクのキラキラしたやつなんですけど、すごいキラキラします、これ。で、ケイトのアイシャドウが入って、で、エクセルのアイシャドウ、これもオペラメイクの時に紹介したアイシャドウです。はい、で、一番下がちょっとなんかスティック系のライン系とかが入ってます。このファンの子にもらったリップライナーとか、眉毛、眉ペンシルとかアイライナーとか、これつけまのにね、こっちがコンシーラー、マスカラとかも奥に入ってます。で、こっちにこの100均で買った容器にパフとか入れたりしてます。で、ちょっとこのエルフのアイシャドウたちは入りきらないので、こっちに外に置いてます。で、ここら辺はもうちょっと入りきらなかった方たちがずらっと並べてあるんですけど、これマジマジのリップ&チークで、これクリームチークで、これがエチュードハウスの試供品下地で、これがパウダーで、こっちがファンデーションで、こっちがメイベリンのアイシャドウパレットになってて、そして奥にカラコンのストックとか置いてます。このポーチにはマニキュアとかを入れてたりとか、このマックの袋にはもともとマックのリップについてたキャップとかを収納してます。で、はい、こんな感じで、ね、あの鏡ここに置いてメイクとかいつも撮影したりとか、このショップリストの段ボールにいつもカメラ置いて撮影してます。で、ちょっとこれが照明をこんな感じで当ててます。はい、こんな感じです。コスメ収納っていうかドレッサー兼なんだろう、机になってます。で、この机なんかどこのですかってすごい質問が来てたんですけど、これお姉ちゃんのお下がりでもらったのでちょっとわかんないんですけど、多分ドンキとかだと思います。はい、まあとりあえず置いてる形になってるんで、ちょっとまだ収納できてないコスメとかもたくさんあったりするんですけど、私のコスメ収納はこんな感じでやってます。本当にこういうケースとかもよく見るような、こういうケースとかもダイソーとか100均で買えちゃり
100均で買えちゃうのですごいおすすめだと思います。なんかもうほんと最近は見せる収納っていうのが流行ってると思うんですけど、コスメをあえて見せることですごい女の子が憧れるような可愛らしい雰囲気のブレッサーにすることができるので、また私もこれからもうちょっと改善したりとかしてより可愛くコスメを収納していきたいなと思っています。なんかそのアイシャドウはこことかアイライナーはこことか私はそんなに分けれてないんですけど、まあ、少しでも参考になればなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。